東郷町巡回バスは愛知県愛知郡東郷町で運行されているコミュニティバス。現在3路線が運行されている。運行はセントラルサービスに委託していたが2012年の改定とともに豊坂交通に変更された後瀬戸自動車運輸に委託。愛称は巡回くん。ララポート愛知東郷を全路線共通の発着所とし、 東西南北4方向に路線が走る。日清市のコミュニティバス、クルリンバスと接続している。東郷町巡回バス、巡回訓員車両のナンバープレートは、緑ナンバーではなく白ナンバーであったが、2017年10月1日から、運行形態が変更されたことから、緑ナンバーとなっている。2000年4月3日、名古屋東部六市町の中で、日清市、長久手町、 豊明市に次いで4番目となる、コミュニティバスの運行を開始した。中型バス2台を使い、町内どこからでも300メートル以内で、たどり着けるようにバス停を配置した。2004年2月25日、既存の4路線に逆回りコースを追加し、最終便を17時台から18時台に延長した。2006年10月、長久手町から、 豊明島での県道57号瀬戸大府、東海線を南北に走る機関バスを実現できないか、検討していることを市長が表明した。2009年12月24日、同年度末で、名鉄バスをし相団地線が廃止され、代替手段として、東郷町巡回バスを走らせることが決定した。2021年4月1日より、全路線が、 ガラ,ラポート愛知統合に乗り入れ、ガラ,ラポート愛知統合から、富士大化大学病院への直通路線、統合、富士大大バスも開設された。現在運行会社が、瀬戸自動車運輸に、委託2021年4月1日現在。ありがとうございます。